OK。 そして今日もダンディに決まってます。帽子を新調してきました。高めどり聖地聖ちゃん、イエー、最高です。今日は乗ってますからオンドラマス、もう頼りにあの兄貴、イエー、富永悠輔、トミー、イエー、この太い腕見てくれから相棒です、石くんです、イエー、輝いてます。それから寡黙なんだけど、もう本当にあったかくて男らしい最高のギタリストです、平間美希夫、イエー。美少年3人が白い服でやってきました。すいません、丸ノリですが、今日はなるべくこう抑え気味にやってます。じゃあこの、今回、登れる太陽というアルバムができて、もうすっごいもう丁寧にみんなで作って、で、あの一番新しい曲、あの明るくてでもずっと俺たちが言ってきたことをまっすぐ歌えたっていう最高の歌ができて、それがなんとテレビでいっぱい流れて、土屋君と平間君とこの6人でエレファントカシマシで演奏してるんです。そんな、じゃあ新しい一番俺たちの最新の自信作聴いてください。じゃあ花音 OK、 みんな聴いてくれ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。からの物語、波にきらめく泡粒だった。俺たち生まれたままのこの心、風に乗り光る海の音、永遠のメロディー、そう感じた。こうして祝福する歌、そう感じた、hey! こうして俺たちと、いつも通りの毎日と、あの日から変わらぬ空、思い出抜けられずにいた。だけど分かり始めた、繰り返されるこの物語の意味を。So, 花歌と名付けよう。
サンキュー。花歌でした。